日本九州地方長崎県佐世保市廃棄廃棄は長崎県佐世保市南東部の中核地域である旧東園の義廃棄町及び広田村。張尾島との間に佐世保湾と大村湾をつなぐ廃棄瀬戸が通る。廃棄瀬戸には廃棄川、小森川、金田川などが流入している。廃棄瀬戸にかかる環境境古くは奈良時代に編纂された悲前国風同期に即来門。 現在の廃棄瀬戸が記されている。江戸時代には港町として発展、すでに100件を超える集落が形成されていた。海陸の交通の要所として栄えた廃棄では、それぞれの物産を物々交換する市場が形成され、後の廃棄茶師の原型となった。明治時代には九州鉄道が長崎線と佐世保線の分岐駅を廃棄に設け、機関区等を置いた。 基幹区の給水塔や転写台などが現在も残されている。1923年に廃棄村が調整を施行し廃棄町となり、1927年に広田村を編入した。戦後は花高地区をはじめ地域内各所で住宅地の開発が進み、域内人口は現在も増加傾向にある。廃棄地区は1958年に面地を廃止、 町名設置が実施されている。内は、町名設置前のあざな。1958年成立、編集国道35号より、北側の隠居岳山麓に広がる。国道沿いは、町工場やオフィスが並び、山麓は、民家がまばらな水田地帯となる。三河内に接する山林を開いて造成した、上原台ニュータウンへの入居者が多い。町名の由来となった、自家地ーは、 廃棄瀬戸にある、徒歩で渡れる磯が生まったものと言われる、西小江バス、佐世保市 A バスのバス停に勝ち磯バス停がある。1970年に廃棄バイパスが貫通し、廃棄警察署が移転している、住宅地は断崖上にあり、国道202号への通路は急勾配が続く、小森川北岸の平地全体を占める、県常地新道沿いの商店街は1989年に、 県常寺ネ一丁目として独立した、全体的に古い住宅街で、主要道は狭いが、市営バスの下の原橋線が設定されており、毎時一本程度の運行がある。名前の由来は、廃棄と下苗でを合わせたことによる。廃棄川の谷全体を占め、国道35号線を乗り越えて、隠居だけ山麓に広がる。花高団地造成により、南半分を花高に分割した。 住宅密集地で生活道路は狭く、朝は渋滞が激しい。二つの谷からなる狭い土地で、西の谷は私立廃棄中学校が占める。東の谷には住宅が並ぶが、上流部は廃棄霊園があるだけで閑散としている。応答神殿の延長線上にある谷に位置し、かつては定時制の佐世保南高等学校廃棄文庫があった。谷を挟む尾根には、 若竹台団地とパールヒルズ殿の裏が造成され、若竹台は平成2年に分離独立した。1987年に住居表示を実施し、1から3丁目に分割された、廃棄地区の中枢である、陰居岳の中原から山陵に広がる農村、山林地帯で民家は中腹に集中している。冬には積雪や凍結のために廃棄まで降りられないことも年に1から2度は、 ある。ほとんどが、兼業農家で、畜舎も、少々見られる。1958年より後に成立、編集廃棄神社花高団地の造成に伴い、佐奈町、根城寺町を改めて1973年に、成立、花高山中腹を囲むように造成された。西部の一丁目は、神の内交差点へ続く高架橋で結ばれた、玄関口で、アパートと一戸建ての混在区間。 北部の2丁目は山頂側に一戸建て、麓側にアパートが並ぶ。南部の3丁目はほとんどアパートで占められ、下千立花交渉学校が位置する。南部の4丁目はすべて一戸建てからなる。1987年に廃棄町を住居表示実施に改め、廃棄町を全廃した。廃棄川より南に位置する1丁目は、 廃棄駅から廃棄支所にかけての表通りと昔ながらの商店街が続く。中央部の2丁目は私立廃棄小学校や廃棄神社を含み商店街の北半分をなす。国道202号を挟んで神の内の谷に向かう3丁目は町工場や自動車学校を包含している。1989年に住居表示を実施し、根城寺町から独立した花高団地と 広田町を結ぶ新道沿いに、スーパーや書店が展開し、交通の往来も多い。1990年に、田野浦町より分離して成立した、ニュータウン。一戸建てが主流で、県営アパート群が、奥地に集中する。神の内町や田野浦町に下る細い道路もあり、利便性は高い。1958年成立、編集平地から外れた、丘陵地帯にあり、 郊外の農村と住宅が混在した街並みが見られる。佐世保刑務所が奥にあるが、宮地区やハサミ町の近道となる抜け道上にあるため、交通量は多い。広田地区の南半部を占め、給料が廃棄瀬戸に迫る狭い土地だが、ハウステンボスや長崎国際大学の立地によって、宅地化が進んでいる。長崎国際大学付近は、ハウステンボス町に活場されている。 平戸王館の頃からのメインルートで宮地区に抜ける車が比較的多い宮崎橋にあった西越バスの営業所が移転しバスの本数も飛躍的に増加したほか平野部は佐世保あずま小高等学校の移転など急速に農村山林地帯から脱却している小森川の蛇行地帯にあり S 字蛇行の内側にある北側の定地は古い住宅街外側にある南側は 断崖となっており、広田町よりもむしろ川向かいの県常ネジとの結びつきが強く、根上寺町とほぼ一体化している。町名は広田だが、広田小学校、広田中学校は、広田と濁る。1989年に住居表示を実施して、競技の広田町は、東部の山地とウッドヒル、広田団地に限定されている。1958年より後に成立。 編集2段階にわたり住居表示が実施され、1989年に1.3丁目、1990年に2.4丁目が成立した。カナダ川を境に、北が1.2丁目、南が3.4丁目、旧国道を境に、山川が1.3丁目、海川が2.4丁目である。1丁目は丘陵を囲む住宅街で、広田小学校や、 東消防署を含む旧広田村の中心地。二丁目は住吉神社のふもとに広がる旧館宅地で重工業団地の奥に若干の民家が見られる。三丁目は住宅地と商業地に占められ郊外ホームセンターも立地する。四丁目は重工業団地であったが最大規模を誇った厚木ナイロンが撤退したことからショッピングセンターへの転換が図られている。かつては 国道205号も廃棄を経由していたが、ハリオバイパスの開通により、上記に剣道に格下げされた。大学、編集高等学校、編集中学校、編集小学校、編集自動車学校、編集、ありがとうございます。